疲れだ。まさかの大苦戦だったな。ここだ。ここだ。やっと着いたぞ。疲れだ。足がやばい。それじゃあ中に行ってみましょうか。聖地巡礼来てる。巡回の聖地巡礼来てる。むずいです。ここむずいです。これでいいかな。足が疲れる。うわ。よいしょ。疲れだ。めちゃくちゃ路面いいわ。滑りやすい。でもね、ウィールがめっちゃ硬いから下が滑んねよ。グリップがねえから。まあ俺が下手なんだけどね。足が死にました。足が死んだ。チャリで3時間はやばかった。中はこれぐらいで、あと外のウェーブとかで遊んできます。このパンプトラック最高や。最高や。
短いけど決めました。チャリで40キロ帰んなきゃいけない。こんなもんにし、こんなもんにします。動画さ。360度取ります、今もう3時半だったんで、帰り富士に着くとき暗くなっちゃうので、チャリで追い風に乗って帰ります。それじゃあ、ゴリローでした。じゃあこれから帰ります。今3時半なんで、ここで遊んでます。今3時半なんで、とりあえず追い風だから5時までつけるかどうかやってみます。じゃあ行ってみよう。とんでもねえ氷だったけど、とりあえず1回は絶対行ってみたいなって思ってたんで、とりあえず行けてよかったです。 R がやばかった。
でかかった。あれは世界規模だな。マジで。あー、滑れてよかったね。それじゃあまた帰りも取るかわかんないですけど、とりあえず一旦ここで締めます。ゴリローでした。東静岡スケートパークでした。バイバーイ。 GoPro ビデオストップ。